こんばんは。サムライ塾のことです。今日もですね、ゲリラ的にライブをスタートしました。はい。で、今日はですね、タイトルがね、きりと決まってましてね、日商簿記2級、1級ですね。そして、建設業経理士1級のね、受験生にですね、一番多分多いお悩みだと思うんですけど、テキストのね、基本問題はできるんだけども、過去問とかね、本試験になるとできなくなっちゃうっていうね、ほとんどの方がね、お持ちの悩みだと思いますけど、そちらをね、メインテーマにしてね、ちょっとお話をしようと思ってます。はい。で、その前にですね、通信教育のね、ちょっと状況もね、お話ししようと思いますんでね、それも踏まえてですね、少しお話をしていきますね。これもライブ配信ですからね、コメントメッセージとかがございましたらね、この時間の範囲内ですけどね、ご質問とかは OK いたしますからね、メッセージ、コメントを打ってみてください。はい。まずですね、そうだな。じゃあ、通信教育から少し喋りますかね。通信教育はね、僕の方は、全国で10名様限定でさせていただいておりますね。僕一人でね、サムライ塾はね、経営からですね、講義まで、一人で全部やってますからね。その関係上ね、時間がですね、もうかなり限られますからね。したがって10名様限定とね、させていただいておりますね。質問ありの講座がね、10名様限定ですね。質問なしというね、例えば DVD 読みとかね、いう場合は、定義ないんですけどね、質問ありのケースはですね、10名様限定とさせていただいておりますね。で、そんな中でですね、今日お二人ですね、新たにお申し込みがありましてね、今のところですね、確約、つまりお金をですね、いただいたっていう方はもう3名様。いらっしゃいますんでね。ひとまず今のところはね、あと7名様と、ね、いうふうになっておりますね。こちらはですね、建設業研修1級2級、日商簿記1級2級、限らずですね、どの講座でも、1人というふうにカウントさせていただきますからね。したがって今日はお申し込みは建設業研修2級の方とですね、日商簿記2級の方だったんですけどね、こちらの方も1人というふうにね、カウントさせていただいてですね。もう一人はね、建設業研修1級の3科目、一括の申し込み者がすでにいらっしゃいますからね。そちらの方がお一人ということでね。とりあえず今現時点でね、お金をいただいている方が3名様ということですからね。あと7名様のみと、ね、いうふうになっておりますね。ただですね、今日の公式 LINE の方でね、告知させていただいたんですけど、公式 LINE がね、一番早い情報流れますからね。もしね、よろしければ。僕にね、興味ある方、サムライ塾に興味ある方はですね、この動画のすぐ下にもね、リンク貼っときますからね、公式 LINE に登録のね、URL 貼っときますから、ぜひね、登録していただいてね、チェックしてみてください。で、そちらの方にはね、流したんですけど、今日の昼間かな、流したんですけど、実はですね、建設業経理士、これ1級なんですけど、特に原価計算と財務分析ですね、を中心に、お問い合わせがですね、4件ね、今、いただいてるんですよ。受講相談ね。ということで、その方ね、まだちょっとお金もらっていませんからね、確約って形じゃないんで、ちょっとまだね、その10名様の中には、含んで、いないんですけどね。でもね、お問い合わせされてる、受講相談ということでね、4名様、ね、いらっしゃいますから、仮にですね、その4名様全員がね、ご制約されましたらね、7名様になりますんで、そうするとあと3名様と、ね、いうことになります。今現在ですけどね、3月18日現在です。したがってですね、あと3名様ね、お申し込みいただいて、そして、ご入金いただいたら確約ですからね。ご予約は受けてませんからね。ご入金をいただいた方から優先的にね、確約とさせていただいてね。で、10名様の中に入れさせていただくという形で、やってますからね。そういう形になっておりますね。したがってね、現時点であと3名様と、ね、いうことで、イメージされるといいと思いますね。それがね、通信教育のね、今状況になっております。はい。で、もう一つ行きましょうかね。メインのね、テーマということで、基本問題はね、できるんだけども、ちょっとね、応用問題というか、過去問とかね、本試験になると、ちょっとできないと、ね、いうもの、悩みですね、に対する、ちょっと打開策ですね。理由と打開策なんですけどね、その話をしてきますね。先ほどね、実は挙げました。ね、リース会計をね、ベースにして、第157回のね、日商簿記2級、
のですね、リース会計、ね、第二問のリース会計ね、非常に難しい、つかすごく時間かかるね、問題だったんですけども、そちらの方を題材にしたですね、同じテーマをですね、一応お話はしました。20分ちょこっとぐらいかな。20分ちょこっとぐらいで、同じね、今、ライブ配信やってるテーマをお話をさせていただいたんですけど、まあ、今回はね、まあ、特にリースとか書き出すですね、まあ全般的に、まあ、二所簿記1級、2級、そして、建設業1級ですかね。うん。まあ、2級の方はね、どっちかちょっとまあ、過去もね、結構ね、中心にやっていただければね。うん。最近はちょろちょろと、ひねりが入ってきてですね、まあ、今回の第28回もね、まあ、ちょっとひねりが、加わってですね、ちょっとできなかったっていう方もね、前回に比べるとやっぱ圧倒的に多いですね。うん。前回のね、27回のね、建設業研修2級に比べると、やっぱ今回28回はやっぱり難しかったですね。うん。ということで、建設業研修2級第28回はね、ちょっとできなかったっていう方が非常に多いですね。うん。で、僕の方にもね、公式 LINE とかでね、打っていただく方はですね、まあ大体もうちょっとできなかったっていう方が本当に多かったですね、今回の建設業研修2級はね。だからやっぱり予想通りちょっと難しかったですね。うん。まあ逆に言うと次回ね、どうでしょうね。9月建設業研修2級のね、9月は、でもね、この間よりはちょっとね、27回よりは難しいと思いますよ。ね。うん。次の試験もね。うん、ただ、まあ、どんどんちょっと難しくはなってきてる傾向ではありますからね。うん。だちょっと、2級の方でも最近はちょっと要注意にはなってきましたよね。はい。で、話を戻しますとね。じゃあ、まあ、2勝2級、まあ。特に2級ですよね。うん。3級まではね、結構、まあ、通信であったり、独学であったりでね、結構、すんなり受かったんだけど、2勝2級になったらもう全然手回しも出てるぞ、と、ね、いう方が非常に多いんですよね。うん。だからそういった方、もしくはですね、2勝2級、まあ、運良くって言ったら申し訳ないですけどね、たまたま、ね、受けた問題がね、ちょっとまあ比較的簡単だった時にですね、当たりまして、2勝簿記2級もパーンと一発でよかったね。で、じゃあ2勝簿記1級行ってみっかっつって、2勝簿記1級行ったらとんでもねえ目に回ってると。ね、本当にもう笑っちゃうぐらいとんでもねえ目に遭いますからね。うん、僕は遭いましたからね。うん。だからそういった目に遭ってると。もしくはですね、建設業研修2級まではね、なんとかまあ、過去問暗記でね、いけたんだけども、建設業研修1級、ね、特にまあ、原価計算と財務諸表ですね。最近は原価計算なんですかね。特に試決定っていう会計ですけどね、そういったものにまあ、ぶち当たった時にですね、なんだこれはと、ね、過去問と同じようなやつだったら解けるんだけど、ちょっとなんかね、まあ今回も28回はひねられましたからね、そのひねりが加わると、ちょっともうできなくなっちゃうんです、という方が非常に多いですよね。うん。だそういった方向けにですね、じゃあどういうふうな、まあ、理由と、どういうふうな打開策があるのかっていうね、ちょっと話を、今日はですね、していきたいんですけども、今10時半過ぎぐらいかな。うん。ちょっといつまでになるかわかりませんけど、まあ12時は絶対過ぎませんからね。うん。まあ11時ぐらいで終わっちゃうかもわかりませんけどね。うん。あとはちょっとメッセージコメントの分量にもよりますけどね。ちょっと話をね、していきたいと思います。はい。まずですね。ちょっと前置きは10分くらい喋っちゃいましたけど。まずはですね、理由なんですけど、ね、理由なんですけど、ちょっとこれ、少し書きましょうかね、これね。今回の話に関しては。板書をね、少ししますね。今から喋る話は実はですね、ここに書いてあるね、2勝簿記2級、のための、まあ、ズーム利用体験入学講座っていうですね、これ実は昨日やったんですよ。2021年の3月中旬日のね、まあ、1時から、3時まで2時間ね、ズームの体験入学をね、ご受講された2級のね、方がいらっしゃるんですけどね、その方に対して実は喋った話と同じなんです。今から喋る話はね。うん。だそこの方もね、要するに同じ悩み持ってたんですよ。ね。うん。で、昨日、ズームの体験入学、僕のね、2時間、体験入学受けましてね。まあ、僕はヒアリング、しっかりとさせていただいてね、いろいろ、打開策をね、考えたんですけどね。うん。じゃあ、今後は、そこのね、部分、つまり今から喋るね、なかなかね、ちょっと過去問とか本試験になるとできないっていうところを、じゃあ徹底的にやっていきましょうか、つってね、ご制約をいただいて、まあ、ちょっと今日ご入金いただいたんですよ、要はね。うん。だから、その話と、今日で一緒なんでね、いうようなね、まあ、有料講座でも全然おかしくないっていうね。
うん。あ、つか、実際、有料講座でしたからね。喋ったのね。うん。という内容をね、ちょっとお話ししますからね。はい。じゃあ、いきますよ。まずね、この辺ぐらいまでか。うん、見えますね。あと、上は、この辺かな。うん。この辺ちょっと、書いてきますね。ちょっと、この辺があれか。少し、光ってますからね。見えないかな。まずとか。はい。じゃあ、この辺は見えますね。はい。じゃあちょっとね、少し図を書いていきたいんですけどね。まずですね、まあ、インプットありますよね。インプット。ね。つまりこれは、まあ、専門学校行ってる人だったら、例えば講義ですよね。講義ね。まあ、読語学者は本ですよね。書籍です。ね、まあ、などでね、まあ、知識を学びますよね。まずはね、インプット。で次ですね。まあ、アウトプットがあるわけです。アウトプット。ね。つまり、これが点数ですよ。要するに、答案に書くときですからね。ね、点数、ね。アウトプットっていうのは点数です。はい、OK ですかね。そして、知識はあると。ね。知識はある。つまり、インプットはもう大体大丈夫だと。ね。うん。ならばこれがほぼ100点だと。まあ、ほぼですけどね。完璧100点数はなかなか難しいんでね。ほぼにしました。ね。知識は講義とかね。まあ本、独学のね。本で、まあ、勉強して、まあほぼあると。ね。うん。しかし、本試験。つまり答案、アウトプットですね。答案、アウトプットに書いたときに点数なんでと。点数だともうほぼ0点になっちゃうと。ね。こういう場合ですよ。ね、今喋ってるのね、うん。じゃあこれって何が原因なのかと、ね、いうことなんですけど、これはここですね。ここにですね。まあ、いわゆる変換なんですけど、変換。ね。つまり、インプット、つまり知識ですね。知識を、アウトプット、つまり点数ですね。点数ね。うん。に変えていくというですね。変換していく。つまり知識を点数に変えていく。ね。うん。ここの部分ですね。はい。これがとてもとても重要なわけですよ。要は。ね。OK ですかね。ここですよ。変換部分ね。ここがすごく重要なんですよ。で、次です。じゃあ、ここはね。一体何やということなんですけど、もうこれ一言で言っちゃうと、下書きの作り方なんです。作り方なんですよ。ね、一言で言っちゃうと。下書きね。うん、問題を解くときの下書きですよ。だから試験に行くと、白紙の紙もらえるじゃないですか。ね。うん。で、白紙の紙もらうでしょ。白紙の紙、つまり下書きですよ。ね。あれもいかにしてですね。いかにして、作るか。ね。うん。これに尽きるんですよね、もうね。試験中は。ね。これは別に日商日経でもね、まあ、建設業研修っていうのも関係ないですよ。全部一緒ですからね。ここで決まっちゃうんですよ。この変換能力なんですよ。ね。OK ですかね。はい。で、次ですね。で、前に言ってる、まあ、パソコンで言ったらね、例えばワードで言ったら、これ入力するじゃないですか。インプット入力ね。うん。そして、印刷でするじゃないですか。ボーンと出力するでしょ。これアウトプットですよ。ね。そうするとパソコンをこれ変換するわけですよね。これがパソコンですよ。ね。うん。だからね、この下書きの書き方ですよね。これを習得しないといけないんですよ。ね。うん。OK ですかね。そして、知識はあるのに、つまりほぼ 100% 知識はあるのにね、仕分けはできますと。ね。うん。仕分けはとりあえずなんとかできるんですと。ね。うん。でも、点数が取れないんですと。ね。うん。点数になるとできないんですと。過去問とか本試験レベル、特に日商簿記2級とかね。建設業研修1級とかね。になってくると、特に最近の厳格検査ね。なってくるとできないんですと。いう場合は、もうまず間違いなく原因はここですからね。この下書きが作れないんですよ、要は。ね。これが原因なんです。ね。うん。もうこれしかないです、はっきり言って原因は。ね、うん。OK ですかね。はい。で、次ですね。じゃあ、原因は分かりましたと。この下書きをですね、作る能力が、まあ、ない、もしくは低いということです。
ね。はい。では次ですね。そうは言ってもですね、おそらく、ちょこっとね、下書きは、メモ書き程度であったとしてもですね、おそらく書かれると思うんですよ。下書き自体は、ね。うん。ただし、下書きっていうのはね、これ昨日もちょっと体験入学でお話したんですけど、これ美学なんですよ、美学。下書きにはちゃんと美学がありましてね。下書きの美学みたいなのがあるんですよ。ね、うん。点数取れる人の下書きって綺麗なんですよ。字が綺麗とか汚いじゃなくてね。うん。形が綺麗なんです。ものすごく。ね。うん。つまり、どこに何が書いてあるかっていうのがね、わかりやすいんですよ、非常に。ね。変換能力があるからですよ、今日は。ね。うん。で、もっとわかりやすく言うと、ね、もっとわかりやすく言うとですね、この変換能力っていうのはですね、変換能力っていうのは、どっちかかな。これかか。ね。文字を、ね、図にする力と言ってもいいですよ。ね、文字ね、問題文ですよ。ね、問題文という文字ですね。文字を図式化する、図にするんですよ。図解するんですよ。ね、その力って言ってもいいです、これ。下書きっていうのは。ね。うん。この力なんですよ、大事なことは。ね。だからね、ちょっとそうだな。建設業経理士受けてる方が多分僕のね、このライブの方には参加されてる方が非常に多いと思うんでね。まあ、特に建設業経理士1級とかね、まあ、2級とか、ね、受けてる方が多いと思いますからね。ちょっと建設業の話で少しちゃうとね。まあ、二小簿記1級でもいいんですけどね。意思決定会計ってあるんですよね。意思決定会計。非常に難しい論点なんですけど、意思決定会計って、ね、まあ、他の動画でも少し言ってますけど、これなんですよ、すべては、ね。文字を図にする能力が問われてるんだね、実は。うん。内容ももちろん問われてるんですけどね。うん。でもね、一番大事なことはですね、文字を、問題文を図にできるかどうか、つまり整理してね、問題文を整理して、読みやすい、見やすいっていう図式ができますか、あなたはっていうことなんです、これ。ね。うん。これが変換能力なんですよ。ね、で、これがぐっちゃぐちゃだと、高点数取れないんですよ。ね。うん。で、さっき俺美学って言ったでしょ、ね、うん。まあ、実はあるんですよ。ね。例えばね、まあ、意思決定会計っていう話でちょっとしちゃうとですね。まあ、2017年のね、まあ、10月に僕実は開発した、この図式化の方法が、ノウハウがあるんですけどね。うん、いわゆるこれ、後藤システムって僕ね、名前付けたんですけど、意思決定会計用の収入支出アプローチって僕名前付けまして、ね、いわゆる後藤システムね。まあ、僕後藤みたいなんで後藤で付けたんですけど、ね、その後藤システムでね、意思決定会計解くと、全部解けるんですよ、これ。ね、別に、建設業1級に限らずね、一生分1級のやつもそうやし、ね。まあ、会計士ももちろんそうやしと。ということでね。まあ、原価計算の意思決定のですね。まあ、管理会計って言った方がいいな。管理会計の意思決定の問題ももう全部解けるぞ、これ。僕の後藤システムっていうね。下書きの作り方だよ。この後藤システムの下書きの作り方ね。だから美学なんですよ。美学ね。うん。ね。あらゆる問題、あらゆる意思決定の問題ですね。僕の下書きはですね、パシュッともう当てはめる形でもう綺麗に決まってるんですよ、形がね。うん。あとはそこにポン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 放り込んでいくだけで、問題文をポン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 ね、僕の図式化に放り込んでいくっていうスタイルで解けば解けちゃうという下書きがね、まあ実はあるんですよ。ね。うん。まあ日照簿記1級のね、意思決定会計、まあ、セミナー DVD ですってね、まあそれちょっと別途料金で販売してる教材ではあるんですけど、ね。うん。それが実はあるんですよ。ね。うん。で、そういったものですね。これが変換能力なんです。うん。これを学ぶ必要があるんですよ。ね。要するに、下書きの書き方なんですよ。簡単に言っちゃうと。ね。うん。で、下書きの書き方をね、基本的に問題によってですね、ぐちゃぐちゃ変えると解けないんです、まずは。ね。うん。そして、やりがちなのはね、インプットは大丈夫なんだけど、基本テキストの問題できるんだけど、点数取れないっていう過去問とかね、本試験の問題解けないっていう人は、ね、この下書きをですね、一応勉強してることはしてるんだけど、真似しちゃってるだけなんですよ、単純に。先生が作る下書きをね、単純に真似してる。つまり、なんでこの下書き
ここでこういう数字書くのかなとか、ね、なんで問題文のこの数字をこうやって引っ張ってくるのかなとかね。うん。それ分かってないんですよ。うん。でさ、暗記ね。暗記。暗記で、ね。まあ、簿記の講師ですね。の人が作った下書きをですね。ただただ、ただただ真似してると。ね、意味が分からずに真似してると。と、同じ問題を解けるんですよ。似たような問題ね。うん。過去に見たような問題で、そしてほぼね、数字が違うぐらいで、ほぼ同じだよっていうタイプは解けるんですよ。ね。うん。しかし、ね。あれ？なんだこれはと。ちょっと違うぞと、形が違うぞと。いうふうになっちゃうと、本質は同じにもかかわらずですね、違う問題に見えちゃうんですよね。違う問題に見えちゃうんですよ、実は。ね。うん。そして、全く別物、同じなんですよ、本質は。ね。意思決定って言ったって、そんなパターンありませんからね、今日ね。うん。枝葉で言ったらね、細かいところで言ったら無限大なんですけどね。でもね、本質的なところは、本当一握り、握りしかないですからね。エッセンスってやつは、本当に一握りしかないんですよ。一個一個の論点って。ね。意思決定もそうやし。ね。減価償却なんかもそうだし。ね。うん。全部そうなんですよ。エッセンスはそんなに多くないんですよ、範囲は。ね。うん。しかしですね、エッセンスは多くないんだけど、そのバリエーションが多いだけなんですよね。うん。そう。で、下書きをね、暗記してしまう。つまり問題文をね、そのまま覚えて、で、答えも全部覚えちゃう。つまり問題文と回答をね、セットで覚えちゃうっていうね、やり方結構すると思うんですよ。まあ昔の僕もそうでしたから、すごくよくわかるんですけどね。あ、この問題ができたらこの答えだ。この問題ができたらこの答えだってやっちゃうよ。うん。全く応用聞きませんからね、それやってると。ね。うん。で、そのやり方やっちゃうとですね、大変なんですよ、これ。大変なんですよ。ね。どういうことかっていうと、ちょっと一回呼吸しようかな。例えばですよ。まあ、勉強しますよね。こだわり勉強。まあ、これがね、ちょっと本質にしようとかね。まあ、木にしようかな。木でちょっと書いてみましょう。まあ、こんな感じで今。木ね。ちょっと僕、図は下手なんで、申し訳ないですけど。まあ、木の、ね、根っこがありますよね。で、木の幹があるじゃないですか。ね、で、木のこれ枝葉があるよ。木の枝葉ね、こうやって。ガーッて、バーッつって、ね、バーッつって。こんな感じで。まあ、枝葉バーッていっぱいありますよね。まあ、葉っぱもあるじゃないですか、こうやって。こんな感じでね。まあ、これが木ですけどね。うん。エッセンスっていうのは、要するに、ここですよ。この根っこですからね。根っこと幹ね。ここですか。ちょっと影見ろ。いいですか。ここね。ここがエッセンスなんですよ。だからエッセンスとか本質は今日の1個ぐらいしかないんですよ。ね。うん。例えば、原価計算の原価だったら4つしか本質がありませんからね。うん。原価の4つの本質を述べなさいとか、ね。出てきたらね。原価経済的な価値の消費するとかね。うん。一定の給付とか、ね。あったでしょ？で、経営目的ですよとかね。正常なものですよって4つ出てくるじゃないですか。ね、これ2級でも1級でね。建設業、建築業、2級で勉強しますよね。まあ、それがこれ本質なんですよ。根っこね。まあ、あと幹ね。うん。で、そこからブワーッと派生してですね。ちょっと細かい話があるんですよ、ね。細かい話があるんですよ。ね、じゃあこれはね、例えば支払い利息はね。経営目的に当たるのかどうかとかね。うん。だからその支払いとか取得原価に入っちゃっていいのかどうかとかね。そういった話、これ枝葉になってくるわけですよ。ね。うん。そうするといろんなバリエーションがバーッと問題と作れるんですよ。ね。でも本質は少ないですかね。原価の本質は4つしかないですから。ね。利息入んのって言われたら、基本的に入りません。つってね。うん。二所募金2級とかだったら入りませんでしょ。1級もそうですからね。うん。建設業ありませんから。ね、そうすると、まあ、利息はね、営業外費用としてやりましてね、まあ、取得原価に入れんとこう、つってね、まあ、なるわけですよ。理由は、経営目的に外れていくからですね。うん、経営目的は生産と販売ですからね。うん、生産と販売が経営目的ですからね。財務は目的じゃありませんからね、経営目的じゃありませんからね。資金調達って話になりますからね。っていうのが、まあ、分かってたら回答できるじゃないですか。でも、建設業の場合はね、いや、ちょっとまあ、特殊なんですよ、つってね。うん。個別原価計算ですよ、とかね。
経営目的からちょっとね、外れたとしてもね、まあ、建設業の場合は借り入れ率で、ね、その機械を買うための借り入れ率はちょっと参入するときはありますよね、って事前経過計算の場合はありますよね、みたいな感じで出てくるのが建設業ですよっていうことなんですよね。一般のね、製造業とちょっちゃうよっていうのが建設業用でますからね。でもこれもね、基本的にこの本質から出てきた枝葉なんですよ。ね、借り入れ利子っていうのをテーマにしたね、枝葉なんですね。という話です。今一つでだけ言っただけですけどね。で、何がいいのかというとね、本質はね、例えば原価だったら4つっていうのが本質は4つしか、ね、ないんですよ。ね。でも、問題としてはいろんなバリエーションが考えることができるんですね。こうバーッつって。いろんな問題作れるんですよ。ね。で、暗記する人はね、この下書きとかね、要するに問題文とか答えを暗記してしまうっていう人は、このですね、無数にある枝葉を全部覚えようとしてるんですよ。要は。無理ですよね。無理なんですよ、そんなもんは。ね。無数にありますからね、葉っぱは。ね。むちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。木を意味するとかでしょ。葉っぱむちゃくちゃいっぱいあるでしょ。でもどうですか、根っこっていっぱいあります？根っこですか、幹。ね、まあ、根っこはちょっと地中に入ってるからね、ちょっと置いといて。目に見える。幹にしましょうかね。この真ん中の幹ね。これいっぱいあります、無数に。木一本につき。ないでしょ。木一本につき、一つの幹しかないんですよ、幹が。ね、枝葉になるといっぱい出てきますよ。ね。だから、点数取れる人っていうのはね、ここですよ。この点数取れる人っていうのは、まず何をするのかというと、エッセンス、本質を抑えるんですよ、論点の。本質、ね。例えば、そもそも原価とは何ぞやと、ね。4つの本質があると。じゃあ、その4つの本質で一個一個それぞれ、どういうことなんだと。いうことをですね、深く深く考えるんです。まずはね。エッセンスをちゃんと掴むんです。なるほどと。原価とは、経済的価値の消費なんや、つってね。だから、買ってきただけでは、なるほど。買ってきただけでは資産なんやと。BS 貸借対照表なんだと。使って初めて消費になるから。ね。で、原価になるんだ。ですね。コストになるんだな。費用になるんだな。っていうのを理解するんですよ。ね。で、しかも経済価値の腰。なるほどと。経済価値の消費かと。ね。そしたらね、例えば、これ、まあ僕コーヒー飲んでますけどね。そのコーヒー飲むための、まあ材料、水が必要ですよね。じゃあ、この水をね、川崎ってね、汲んできた、タダで汲んできた水で作るのか、それともミネラルウォーター買ってきてね、そのミネラルウォーターで作るのか、によってこのコーヒー代ですよね、材料費ですよね。どうなるんですかっていう話になってくるわけですよね。深く考えちゃう。OK ですかね。はい、そうすると、このコーヒーをね、作るために。経済価値の消費っていうのはですね、あくまでお金に換算できるって意味ですから、ね。ミネラルウォーター買ってきて、それで作ったら、ね、例えば100円でミネラルウォーター買ってきてね、100円を投入してね、コーヒーを作って、で、200円で売るとかやるじゃないですか。そうすると100円は材料費になるわけですよ。経済価値の消費だからね。ところが、川崎ってね、まあ、どんぶらこっつってね、まあ、桃が流れてくる、川をイメージしてほしいんですけど、まあ、水をね、汲んできたと。ただですよね。で、その水を入れてね、まあ、コーヒーを作った。まあ、来たんですけどね、仮に作ったとしましょう。ただですからね。はい。そしたら材料費いくらですかって言ったら、0円なんですよね。0円なんですよ。だってお金払ってないですもん。そうじゃん？そういうのが本質を理解するってことなんですね。要は。ちょっと今僕一つまで喋りましたけどね。原価の本質って観点から少しね、ちょっと講義っぽいことをお話しましたけどね。で、それをね、ちゃんとまず押さえるんですよ。しっかりとね。暗記でダメですよ、これ。しっかりとね。今みたいな具体例をね、具体例をちゃんとイメージしながら、ね、ちゃんとイメージしながら、原価の4つの本質っていうのをちゃんと押さえるんですよ。ね。エッセンスね。そして押さえたら、あとは、ね、それぞれいろんなバリエーションあるんだから、バリエーションあるんだから、ね、常に、この問題は、この原価の4つの本質からすると、一体、どこなんやと。借り利息。どこに当たるんだ考える。
そっか、これ、形目的に外れてるってことで問われてるな、とかね。そこにまず気づけるかどうかっていうのがとても大事になるんですよ。ね。うん。で、そうするとね、それぞれの葉っぱですよね。それぞれの葉っぱがどこの根っこにつながってるのかっていうのがわかるんで、わかるんでね、回答の糸口がわかるようになってくるんですよ。あ、この問題は、そっか、原価の本質の4つのうちの3つ目の経営目的と絡んでるのかな、つって。まあ推測ができるんですよ。あの、エッセンスがちゃんとわかってるとね。本質がちゃんとわかってるとね。わかってないとさっぱりわかりませんよ。ね。うん。わかってると、あの、ちゃんとつなげることができるでしょ。ね。そして、下書きを作るんですけどね。変換していくんですけど、下書きの形っていうのはね、下書きの形、これ文字を図式化する能力ですからね。下書きの形っていうのは、さっきちょっと消しちゃいましたけど、美学と言ったように、フォーマットは決まってるんです、大体。下書きのね、フォーマットっていうのはね。うん。例えば意思決定解くときはこのフォーマット。ね。うん。また別のね、ただ文も解くときはこのフォーマットとか。ね。うん。決まってるんですよ。リースの場合、例えばこのフォーマットとかね。まあ僕は全部フォーマットを自分で決めてますけどね。謝罪を解くときにはこのフォーマットとかね。うん。こういうふうに決まってるんです、大体。ね。で、その決まってるフォーマットをですね、問題文に合わせてね、いつか、あくまで問題文に合わせるんですよ。ね。うん。問題文に合わせて、自分でこの文字を図式化してあげてですね、問題文を下書き、自分の下書きのフォーマットに当てはめながら解いていくわけですよ。ね。うん。でも、そのね、フォーマットがね、何のためにこれ使ってるの？どのタイミングでこれ使ってるの？この問題の本質は何なのっていうの、この論点の本質は何なのっていうことをですね、全く考えないで、ね、つまり、問題文と答えの暗記ですよね。問題集のね、とか過去問題集のね、問題と答えの暗記ですよ。うん。それやってると、ずっとできませんからね。ずっとできないです。できるようになることないです、さっき言って。あの、日照簿記、今の日照簿記2級ね。と、あと、日照簿記1級とか、建設業経理士の今の原価計算1級ね。とかなってくると、できることになりませんよ。なりませんよ。あの、問題簡単な時だったら別にいいんですよ。で、問題が簡単な時っていうのは簡単に言うと、過去に出てきた問題と同じってことなんですよ。ね、つまり過去問と同じっていうパターンなんですよ。ね、で過去問と同じっていうパターンの場合は、ね、パターンの場合は、うん、そのままバサッ、ベタってやっちゃえばいいだけなんで、結構点数取りやすくなるんですよ。ね、それがいわゆる比較的簡単な回ってことなんですよ。過去問と同じような場合に。うんね、でも最近はちょっとね、まあ、特に建設業経理士1級の、まあ、幻覚計算とかね、まあ、日照簿記は当たり前なんですけど、ね、ちょっと過去と違うやつが出てきよると。日照簿記1級に、限っては、ね、至ってはね、まあ、日照簿記2級も最近そうですけど、過去問とかも出てきませんからね、もうね。ほぼ二度と、ね、出てきませんよ。うん、建設業の幻覚計算もちょっとね、過去にやったやつ出てきてねえなっていう感じではあるんですけど、ただね、建設業の場合は、建設業経理士ね、建設業経理士の場合はですね、概説っていうね、本があるんですけど、建設業会計概説っていう本があるんですけど、あれに載ってるんですよ、ほとんど。うん。で、過去問にはないんだけど、概説には載ってるやつっていうのが出てきてるんですね。あ、概説の方にあるわ。すいませんね。うん。それが出てきてるから、まだ楽なんですよ。建設業とかね。だって、それやっとけばいいんですもん。解説を。そうでしょ？だって、ここから出ると分かってんだから。その方、買ってきてやればいいだけなんですよ、は。ね。まあ、みんな買ってきませんけどね。なんか、毛嫌いしちゃってね。うん。難しい、難しいってね。確かに難しいんですけど、解説はね。うん。でも、すごくいい本ですからね。僕は、断るごとに進めてるんですけど。建設業の場合は、やりやすいんですよ。比較的ね。うん。枝葉を全部覚えちゃうっていうね。問題のパターンを全部覚えちゃうっていう、まあ、いわゆる暗記型でも結構やりやすいってはやりやすいんですよ。ね。うん。ところが、日照簿記2級以上ね。これはちょっときついんですよね。うん。だって今まで、概説みたいな、これね、なんつうのかな、公式テキストっていうのは基本的に、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、ないに等しいんですよね。日照の場合はね。うん。だから、どこまで、一体何を勉強すればいいんだってなっちゃうんですよ。日照の場合はね。うん。だからね、大変なんですよ。ね。このフォーマットを全部覚え、フォーマットじゃない。この枝葉ね。枝葉を、です問題文と答えを全部覚えようとしないといけないから。大変なんですって、これ、日照の場合って。ね。うん。
しかもそれを覚えたところで、じゃあ次出てくんのかって言ったら出てこないですからね。まあ特に連結会計ね。うん、連結会計なんかもう本当回を重ねるごとにね、なんじゃこりゃみたいなね。これって誰が解けんのみたいな感じで出てくるんですよね。二所武器二級なんかは。まあ一級もそうですけど。すいません。ね、まあ一級はまだいいんですよ。あの難しいってもう最初に分かってから。覚悟して勉強しますからね、二所一級で。ね、二所一級を軽くね、あの簡単に受かろうと思って勉強してる人多分一人もいませんから。さすが二所一級つってね。難しい問題ができたときは、あ、さすが二所一級つってね。なるほど、これ解けたらやっぱすごいよね、みたいな。手応えあるよね、みたいな感じで、おそらく、二所一級のね、受験生やるんで、あの、いいんですけど。そうじゃない場合はですね、ちょっとはね、2勝2級とかがやっぱちょっと一番厳しいですよね、こう感覚的にね。最低2級まではっていう方が結構多いですからね。まあ1級まで別に行くつもりなんだけど、まあできたら行きたいんだけど、つってね。でもちょっとまあ自分のちょっとね、まあなんつうのかな、今までのこう過去の経験からね、まあ、学生時代の勉強の経験から、ちょっと2勝1級は厳しいかなってね、思っていると。でも、まあ、二勝簿記二級は、ね、まあ、巷でも言われてるし、最低限欲しいなと思ってる人が非常に多いですよね。多分、七、八割ぐらいそうだと思うんです、僕。二勝二級の受験生ってね。うん。そう。だからね、二勝簿記二級の受験生にとったら、本当大変なんですよね。うん。そうね。だからね、ちょっと話は少し、あれですけど、ね、変換能力ね。変換能力ですよ。知識をね、知識、基本テキストね。で、学んだ知識をいかにして点数にするか。ね。うん。知識はあるんだけども、点数にならないと。過去問、本試験はできないと。いった場合は、変換能力、つまり、下書きを作る能力、つまり、文章を図式化する能力がない、もしくは低いんです。それが原因だということでした。だから、同じような問題を解こうと思ったらね、まあ、苦し紛れに、下書きを暗記しちゃうと。で、答えも全部暗記しちゃうと。ね、そうすると、同じような問題解けますけどね。気になるとできないと。いうことになってしまうと。いうことなんですね。はい、ここまでよろしいですかね。はい。では、次ですね。もう一つ、打開策って話をしようかな。最後に。打開策なんですけど、かな聞きたいかな打開策、ね、ちょっと一応結論だけは喋るんですけど、ね、あの体験入学が結構ねそれで結構長く濃くね喋ったんですけど打開策、ね、ちょっともうそろそろ11時過ぎてるんでちょっと今どうしようかなって悩んですけどね、でも結論は少し喋ろうと思いますけどね、まあ、他の僕のね、動画でも、基本的に喋ってるような内容ではあるんですけど、ね、一応喋りましょうかね。はい。打開策ですね。うん。じゃあ、普段ね、どういうふうにこう、勉強をしていけばね、この下書きを作る能力、あと、本質の理解ですよね、できるのかって話をね、してきますけど、ね、まあ、これは本当にいつもね、言ってるような話ではあるんですけど、まあ、大きい、ポイントは2つですね。大きいポイントは二つですよ。ね。うん。今から書くこの二つですね。これをまずしっかりとやるってことですね。要は。しっかりとやるってことですよ。勉強の方法としてね。うん。一つは簿記上、帳簿上と帳簿への区別ですね。と、帳簿外。の区別ですね。はい、これですね。これが一つ目ね。むちゃくちゃ大事です。むちゃくちゃ大事。この処理は、今やってる処理は、帳簿上の手続きをやってるのか、それとも帳簿外の手続きをやってるのか、ね、っていうのをよぐよぐ意識するってことです、ね。分かってしまったら全然難しくないんですけど、ね。分かんないと全然分かんないですよ、これは。ね。うん。だから、体験入学の方もね、ここ僕がポロって言ったら、はぁ、始まった、知りましたってね、おっしゃってましたからね。うん。だから今後、二所二級講座でね、ここたっぷり僕喋ってますけど、喋っていきますけど、ね。うん。
はい。これです。長文書と長媒の区別ね。うん。まあ、一つだけ喋ると、2級ではまあ連結会計。まあ、建設業経理っていうのは連結会計ってやつがね、出てきますよね。連結会計ですよ。ね。あと、建設業だと、まあ、2級から出てくるか、一応本主展会計。とね、まあ、2小2級でも出てきますけど、本主展会計ね。出てきますけど、本主展会計と連結の違いですね。うん、本主展会計。帳簿上、帳簿外両方やるんですね。結論から言っちゃうと。連結会計。すべて帳簿外なんですね。連結は。だから、開始しばっけは必要になると。いうことなんですね。連結会計はね。まあ、これがちょっと結論なんですけどね。うん。これをね、しっかりと理解できているかどうかが、まず一つ目の大きなポイントですよ。大きなポイントです。帳簿外と帳簿上の区別、帳簿上と帳簿外の区別ですね。すっごく大事です。すっごく大事です。で、ちょっと今連結の話したんで、ちょっと建設業とかのね、2級か、建設業経理士2級かの方はちょっとね、イメージしづらいと思うんで、ちょっと建設業経理士2級の方向けのね、ちょっと帳簿上と帳簿外の区別も少し喋りますと、まあ、建設業経理士2級1級、まあ、2書目1級2級も全部そうなんですけど、予定配布ってあるでしょ？予定配布。まあ、今回、建設業経理士1級、2級、両方出ましたよね。予定配布の時も、やっぱり意識してほしいんですね。この帳簿上と帳簿外の区別っていうのは。どういうことかっていうと、予算、まあ僕の動画見てる方が多分多いと思うんでね、ちょっとその、見てると、ちょっと少し前提でお話しちゃいますけど、予定配布をね、するときって、僕こういうふうに説明しましたね。予算額割る基準総業と、で、まず予定配布率を出して、そして予定配布率に実際総業度をかけて予定配布額を計算するよっていう話を僕動画で結構してると思うんですよ。ね。多分その動画を見た方は多いと思いますね。うん。多分僕のね、まあ、通信教育であったりね、うん。あと、まあ、コメントとかね、打ってくれる方とかはね、YouTube のコメントとか打ってくれる方はですね、大体その動画を見て、あ、わかりやすいです、つってね。あ、こういう考え方があったんですね、つってね。言ってくれる人ばかりなんで、多分その動画はね、要するに工事間接費ですよ。工事間接費の配布なんですけど、その多分動画を見た方が多いですよね。僕の多分、この YouTube とか、ライブもそうだし、YouTube 見てる方ね。うん。と思うんですよ。で、それを思い出してほしいんですけどね。そうすると予算額割る基準総業とイコール予定配布率でしょ。で、予定配布率かけることの実際総業とで予算、じゃあ予算じゃん。予定配布額が出るじゃないですか。ね。まあ、それはいいですよね。うん。で、その時にね、あくまでね、予定配布率を出すときって予算額割ることの基準総業とで予定配布率を出すじゃないですか。これは帳簿外なんですよ、実は。帳簿外です。期首ですから。期首の予算編成なんですよね、要はね。うん。そう。だから別に帳簿外なんで、簡単に言うと、仕分けして転記するのが帳簿上ね。うん。で、仕分けして転記しないのが帳簿外ね、要は。じゃあ、試算表作ったり、精算表作ったり、決算書作ったりっていうのが帳簿外ですからね、要はね。簡単に言うと。ね。で、そうすると、はい。予定配布率を計算してるときって、基本的にね、仕分けして転記やってないんですよ。やってます？予定配布率出しなさいっていう問題のときに。仕分けして転記ってやってますか？やってないでしょ？予定配布率って金額出すだけでしょ？要は。うん。あれ、帳簿外なんですよ。帳簿外の手続きなんですよ。ね。つまり、機種の予算編成なんですよ、要は。言ってみればね。うん。そして、機種に予定配布率が決まるでしょ？そして、月中ですよ。原価計算とかだったらね。月中に予定配布率かける、はい、実際総業度。実際総業度はね、月中に実際に今、総業した数字じゃないですか。ね。うん。まあ、何のよ、基準総業度に使うかによってもちろん変わりますけどね。要するに、時間を使うのかね、まあ、金額を使うのかね、数量を使うのかによってね、基準総業度によって変わるじゃないですか。ね。まあ、わかりやすく時間にしちゃいますけど。それ予定配布率はもう機種に決めてるでしょ？帳簿外で機種に決めてて。で、実際総業度は、これは実際に総業した時間ですからね、例えば。それをかけるわけですよ。で、かけて出てきたのが、予定、予算、あと、予定配布額でしょ？この予定配布額は、ちゃんと勘定に書きますからね。
書きますよ。つまり、未成功、建設業だったら未成功地支出金ね。未成功地支出金から完成工事原価に流しますよね。うん。予定配分ね。部門別でやってるだけ。そして、二所募金二級一級。の場合、建設業やりませんからね。それは製造完成費をね、貸し方から仕掛かり費の借り方に行くでしょ。すみません。建設業、ちょっと間違った。建設業もね、工事完成費の貸し方からね、未成功支出金の借り方に流しますよね。うん。その金額ですよ。ね、で、勘定に流すってことはね、要するに仕分けをしてるってことですからね。仕分けをするから転記をするんだから。ね。仕分けしないのに転記だけしませんからね。あくまで帳簿、仕分け帳と総勘定を持つ帳ですからね。これが3級で勉強したように、主要簿と言いますからね。主要簿。主要簿、補助簿ってあったでしょ？主要簿、補助簿ってね。うん。補助簿ってのは消費財団帳とかね。手形金融帳とか、ね。いろいろありましたよね。特異先元帳とか、いろいろあったと思うんですけど。ね。あくまで主要簿っていうのは、仕分け帳と総勘定元帳ですからね。これが副支給簿記ですからね。要は。OK ですかね。はい。従って仕分け帳に仕分けをして、総勘定元帳に転記をする。これが帳簿上の手続きですからね。あくまでも。ね。うん、それ以外のね、試算表を作ったり、まあ、計算書を作ったり、計算表を作ったり、っていう作業は帳簿外の作業ですからね。あくまでも。ね。いいですね。したがって、ね、予定配布をするためにですね、予算額割る基準総業度、そして予定配布率を出す。これが機種にやるべき仕事で、予算の設定ながら帳簿外にやるんですよ。そして、それが終わったらですね、予定配布はもう決まってっから。実際総業度ね。月中に実際総業度分かったら実際総業度をかけて予定配布額が決まると。ね。予定配布額が決まったらですね。それを、例えば工事完成費もしくは製造完成費の貸し方から、未成功支出金もしくは仕掛かり費の借り方に流す。これが予定配布ですからね。うん。で、勘定に流す以上は、ちゃんと仕分けして転記やってますから、はい、この作業は何ですかっていうと、月中の、あくまで月中ですよ。月中の帳簿上の手続きってことですからね。あくまでも。ね。だから仕分けして転記するじゃん。仕分けして転記ね。うん。こういうことです。だから、これね、いろんなところにありますからね。OK ですか？で、今の僕の話がちゃんと分かってないとダメなんですからね。ね。ちゃんと分かってなかったら暗記なんですからね。暗記。ね。で、今の話がスラスラと、なるほど、そうや、そうやな。あ、そうそうそう、そうだ、そうだ、みたいな感じで聞けたあなたはですね、これは分かってる証拠なんですよ。ね。でもしかしたら今僕が喋ってることですね。なんとかさっぱり分からへんなとか、なんとなーく分かるんやけど、なんとなーく分かるんだけど、ちょっと地に足ついてないよねっていうあなたです。うん。は、暗記型でやってる可能性が高いですからね。うん。もうすぐさま勉強法を変えないといけませんよ。ね、うん。ということなんですね。はい。ではもう一個行きましょうか。もう一個行くって終わりにしますけどね。もう一個はね、まあ、こっちの方も大事なんだけど、ね、まあ、これが圧倒的に重要なんですけど、簿記基準ですよ。簿記基準ね。まあ、工業簿記では勘定連絡図って言うんですけど、まあ、簿記基準って言ってもいいです。ね、まあ、僕、口パクなので、これいつも言ってるんで、ね、聞き飽きた方もいいかもわかりませんけど、やっぱり簿記基準なんですよ。ね。どういう流れでね、どういう流れで簿記というのはですね、1年間のどういった流れで簿記という仕事は、ね、作業というのはなされてるのかっていうのをですね、しっかりやっぱり理解する必要があるんですよ。ね。これ地図ですからね、地図。ね。うん。例えばですね、皆さんがね、まあ就職活動してるとしましょうよ、仮にね。うん。で、就職活動してるときにですね、まあ、新たなね、まあ、面接先ですよね、がありますと、ね、まあ、ハローワークなんかでね、まあ、ちょっと紹介されて、じゃあ、面接行きましょうっつってね、例えば面接行くとするじゃないですか。知らない土地にね。うん。そのときどうします？おそらく下準備するでしょ？下調べするでしょ？うん、間違いないように。遅刻は絶対ダメですからね。うん、当たり前ですけど。ね。ちゃんと下調べするじゃないですか。ね。うん。そして、わかんなかったら、例えば、ね、まあ、現場近くの人に、ちょっと、ここの何々〇〇株式会社ってとこはどこですかとかね。
聞いたり、あと、まあ一番確実なのはおまわりさんに聞くんですね。警察に聞いて。ちょっとここに行きたいんですけど、住所見してね。うん、ここに行きたいんですけど、どうやって行けばいいんですかって言って、まあ駅前に行けば交番ありますからね。そこで聞くじゃないですか。普通に。ね。うん。で、聞いて、まあいろいろね、ちょっと下準備で実際行ってみてね。あ、ここだ、現場ここだ、つってね。うん、じゃあ明日はここに、何時に来なあかんから、あね、この駅は何時にこれ着くやつに乗って、つって、まあ計画立ててね、行けるでしょ。明日の何時までに起きなかんなとかやるじゃないですか。だからまあ普通っていうか、ね、まあ、遅刻しないように。まあ僕だったらやるんですけど、そういうことをね。うん。あの、公園とか行くときもね、必ず下準備しますか、僕に。うん。まあ、絶対遅刻しないでやりますからね。うん。で、例えば雪が降るとかね、そういったときもね、あの、まあ、中止になる可能性も高いですけど、あの、僕だったら全泊しますからね。全泊。あの、自腹切って、ね、ホテル泊まって、雪がね、降って、あの、交通機関がね、あの、動かなくなったとしても僕は現場に行けるようにしますよ。僕はね、うん、あの講演講師かっていうのはそれが非常に一番大事なんで、ね、ね、主催者にとってね、あれあの人これぞみたいなね、10分前なのにこれぞって講師がこれぞ、これが一番困るんですよこれ、主催者はね、うん、だ僕絶対1時間前に全然着きますから、ということでね、あの必ずそういうことはやりますよね。まあ僕は普通だと思ってますけど、普通にまあやりますよね。うん。まあやんない人もいるかもわかんないね。ちょっと普通で言い切れませんけどね。うん。で、ちょっと話戻すとね。そうするとね、新しいこう会社に面接行くときにですね、前に言ったようにこう下調べするじゃないですか。ね。うん。あ、こう行って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 、この道行ってこう行ってってね。3本目のローソンをこうやって右に曲がってみたいな感じでね。必ずチェックしていくでしょ。現場に。それと同じレベルの話がこの簿記順なんですよ。簿記の世界だね。うん、どういうことかというと、この簿記一順をね、勉強しないで、ね、つまり単なる暗記ね、単なる仕分け覚えちゃえ、みたいな。答え覚えちゃえ、みたいな。過去問覚えちゃえ、みたいな。勉強法っていうのは、どういうことかというとね、今の例に当てはめると、全く行ったことない土地、面接先ね、面接の予定先に、いきなりもう、ぶっつけ本番ですよ。行ったことないんだけど、ぶっつけ本番ね。うん。しかも、おまわりさんとか誰も聞かない。自分の勘。勘ですよ、勘。ね。まあ、太陽があの辺登ってっから、西行ってっからこっちからとかね。そんな感じで、その面接の会社に行こうとしてるのと変わらないんですよ。行けますそれ。面接の場所に。ちゃんと、時間通りに。行けないでしょ絶対もう、通りませんね、会社は。うん。もう遅刻ですから、完璧に。でも、簿記一順をね、しっかりと理解しないで、簿記の勉強をするっていうのは、ね、今言ったように、ね、新しい面接先に行くときに、下調べを全くやらないで、ぶっつけ本番で、お前さんにも現場の人にも誰にも聞かないで、太陽の石だけ見て、行くみたいなもんなんですよ、これ。うん。実際上。いけるわけないでしょ、ね、でも、それと同じようなことをやっちゃってるんですよ、これ。簿記の勉強では。ね。そんなアホなと思うかもわかりませんけど、簿記順なんですよ。簿記順ね。ちゃんとやっぱやんないと、3級の時からね。3級の時ですよ。2級になって初めてやる話じゃないですからね。うん。これ3級もっと言ったら、ちょっと今はもうないんですけど、4級なんですよ、実は。簿記順でね。実は4級なんですよ、簿記の。昔は4級あったありましたね。4級ってありました。4級。これ、簿記順。一番大事なんですよ。4級だからね。土台の土台ですからね。でも、このね、簿記一順をみんな、ほぼね、まあ、特に独学者はほぼ全員だと言ってもいいんですけど、まあ、ちょっと原因があるんで、ちょっとそれは後で言いますけどね。やってないんですよ。簿記一順を。ね。あと、ま、帳簿上帳簿合もね。これやんないですよ、これ。普通。点数が低いからですよ。3級の時にね。特にこうね、簿記順ね。うん。簿記順が、
分かってないと解けないっていう問題は、未消簿記3級で言うと、まあ、2問目と4問目なんですよ、要は。第2問と4問目ね。点数低いでしょ？今の試験ですから、ちょっと来年度以降はなんか60分になっちゃうからね。ちょっとまた変わると思いますけど。2021年の今日は3月18日ですけどね。その時点ですよ。ね、うん。まあ、点数低いとこなんですよ。だから、捨てちゃうんですよ、みんなね。要するに合否にしようがないからです。別に氷ができなくても。3級の時にはね。うん。まあ、たまに第1問、第3問、第5問の方にもね、ちょっと簿記中出てくる時もあるんですけど。うん。まあ、ちょっと合否には、まあ、支障がないというレベルで出てくるんですよ、簿記中が。3級ではね。だから、やんないんですよ、あんまり。で、合否に支障ないから、ね、これは皆さんのせいじゃなくてね、まあ、どこどこの本って言いませんけど、ね、全体だからね。簿記の本ですね。簿記の本ね。うん。簿記の本に書いてないんですよ、これ。しっかりと。簿記順と。特にこの長部上長部外ね。うん。これ書いてある本、俺見たことないですもん、だって。受験の本でね、基本的には。学者の本には書いてあるんですよ。ね。うん。だって俺自身もこれ公認会計士の受験生の時に僕が習いましたからね、これ初めてね。特にこっちは、簿記順。長部上長部外はね。簿記順は確か習ってたんですけど、暗記したら完璧、僕もね、最初自分が勉強したんだけど。うん。これ、最初に習った時、目から鱗で出ましたから、これ。はぁーっつってね。はぁーって、ほんと目から鱗しました、これ。二小簿記一級勉強した時ですけどね、僕初めてこれ知ったのは。うん。知ったっつうか、意識したのはね。あ、そういうことだったんだっつってね。うん。で、もう一気にできるんだから、あれ、特に連結なんか。ね。それほど大事なんですよ、この簿記自順とね。長部上長部外よね。うん。そしてね、ちょっとまあ、いいかな。ちょっと古いんですけどね。まあ、これ僕の3級の本なんですけど、ね。まあ、これにはもちろん書いてあります。このね、長部上長部外ね。9月はもう徹底的に僕はね、徹底的に大事だと分かってますから、僕は。ね。うん。だ僕の3級の本には、これ徹底的にあります。で、2級の方にも書いてあります、もちろん。ね。これが、まあ、これはね、使われ、新しい本なんで、まだまだ全然使える本なんですけど、ね。うん、書いてあります。徹底的にこれと違い、ね。うん。本当にしっかり書いてあります。これ昨日の体験入学でもたっぷりとね。まあ、本をお持ちの方ですからね。で、これちょっと何ページ開けてください。何ページ開けてください。ですね。昨日ちょっと体験入学で喋ったんでね。あれですけど、これにもちろんしっかりと書いてます。ね。まあ、3級の本の方がしっかり書いてますけど。これ、あくまで2級なんでね。うん。そう。ということをね、僕の場合書きました。これ書きました。ほんと書きました。ね。うん。だって、知識ね、基本問題解けるんだけど、過去問とか本試験だとできないっていう原因は、ここにあるって僕分かってるからですよ。うん。だってここですもん。それは。基本的には。ね。うん。普段の勉強ね。普段の勉強。直接的な原因は、この下書きの作り方ができないってことなんですけど、要は。作り方できないっていうか、下書き何のためにこれ作ってんのっていうのが要するに分かってるってことです、要は。ね。下書き自体も暗記でやっちゃってるってことね、要は。だから点数取れないんですよ。ね。問題違うとできなくなっちゃうから。ね。うん。これが、一応直接的な理由ですよ。点数取れないっていう理由はね。この動画のタイトルに書いてあるのはね。答えはそれじゃん。しかし、もっともっと深いところではですね、原因はこれですからね。この二つですよ。普段の勉強の時ね。普段の勉強の時に、帳簿上と帳簿外の区別を明確につけるっていうことと、簿記自順を意識する、ね。ということをやってないからです。ね。で、ちょっと簿記自順の話はまだ少ししてないんでね、ちょっとだけ喋ると、要するに一言言っちゃうと、どのタイミングの仕分けなんですかっていうのを意識するんですよ。簿記順っていうのは。ね。どういうことかちょっとね。例えば何でもいいんですけど、じゃあ、貸し倒れにしましょうかね。うん、貸し倒れね。例えば、貸し倒れ引き当て金繰り入れとかあるじゃないですか。あと、貸し倒れ損失ってあるでしょ。はい。で、あれでいきますとね、貸し倒れ引き当て金、貸し倒れ引き当て金繰り入れ、貸し倒れ損失の仕分けですけど、はい。貸し倒れ損失って、まあ、引き当て金ですか、最初、繰りですか。貸し倒れ引き当て金繰り入れって、どこでやります仕分け。どのタイミングでやりますか期中か決算か。これ決算ですよね。
借方貸し借り客金繰りでいくらいくら、貸方貸し借り客金いくらいくらってやるじゃないですか。あれ、決算整理書ですよね。うん。だから生産表出るわけですよ。ね。生産表って、あの、基本的に計算整理ですからね。奇数じゃありませんからね。うん。はい。じゃあ次です。貸し借り損失。はい。これいつ出ます？貸し借り損失は。どのタイミングで出ます？期中か決算か。はい。これ期中ですよね。期中なんですよ。だって実際に貸し借りちゃった時の仕分けですから。ね。おう、つまり貸し方売掛金、借り方貸し借り損失でしょ？ね。基本的にね。うん。他にもパターンありますけどね。でも貸し借り損失が出てくるっていうのは期中ですよ。要は。ね。OK ですね。はい。で、そうすると、ちょっと一つ質問しますよ。決算整理前算中算表ね。いわゆる全 TB ってやつですけど、全 TB 以上に、全 TB 以上にね、貸し借り借金繰り出て出てくるときあります？全 TB 以上に。決算整理前算中算表に。ないですよね。なんでですか？決算だからですよね。決算整理仕分けだからですよ。貸し借り借金繰り出はね。うん。それに対して、全 TV、計算整理前残高算表に貸し借り損失が出てくるときってあります？ありますよね。だって、期中したわけなんだから。貸し借り損失っていうのは。ね。うん。そういうことなんですね。簿記事を意識するっていうのは。ね。じゃあもう一問行きましょうか。あ、減価償却費行きましょうか。はい。借り方減価償却費いくらいくら。貸し方減価償却累却費いくらいくらってやるじゃないですか。完成そうだったらね。はい。これ、いつってやる？いつやりますこれ。この仕分けは。今の仕分けは。原則的に。いつですか？まあ、これ、普通に、計算整理仕分けって多分お答えになると思いますよ。ところが、はい。第157回のね、二所引き二級リース会計の問題解かれた方は、どうですか？一概に言えますか？計算整理だけだ。言えないっすよね。利払い日ね、リース料払うときね、リース料払うときに、同時に減価償却の仕分けもやっちまうよ、半年に1回やっちまうよっていうのがですね、157回の二所引き二級の第2問の問題文の指示でしたからね、あくまで指示があったんですよ。そうすると、期中にやってるんですね。今の減価償却の仕分けはね。だから仮に、全 TV ね、計算整理前算残高算表を作りなさいっていう問題がね、仮にですよ、仮に。157回の。二所引き二級、第二問。で、問い、何問もあったっけ？問い3問だったかな？仮にですよ、帰りに問い4があったとしたら、ね、問い4でね、決算整理前の残高試算表に載る、例えば、減価償却費の数字はいくらですかって出てきたら、書きますか？書きませんか？書きますよね。普通は書かないですよ。出てこないでしょ？だって、生産表の、ね、あの、生産表、計算整理、混ぜ算表に、減価償却費って普通出てこないでしょ？まあ、期中売却となったらね、ちょこっと出てくるときあるんですよ。普通はそれ以外出てこないじゃないですか。だって、決算整理仕分けでやるんだから、減価償却費の仕分けはね、あくまでもね、原則的に。うん。ところが、今回のね、リースの問題みたいに、期中にね、しかも、リース料払うときにね、まあ、セットでやっちまいましょう、つった場合は、ね、これあの、決算整理の前にやっちゃいますからね。しかも2本切っちゃうんで、これ。半年に1回だから。ね。うん。そうそう、もう1年分の減価償却費が、決算整理前残高試算表に計上されちゃってるんですよ、これ。この場合はね。うん。そうですね。はい。出るかもわかりませんね。今みたいなタイプって。出てきたことないですよね。第2問で。決算整理、ね。なんだ。今まで出てきてるのはね、まあ今回あの固定資産台帳ですよね。固定資産台帳を作りなさい。まあこれ自体難しかったんですけど、157回の二所引き二級の台帳もね、固定資産台帳を作りなさい。で、もう一つは勘定ですよね。勘定ね。リース資産とリース資産、減価償却累却と、あとリース債務ですね。この三つの T 勘定をね、埋めなさいっていうのがまあ出てきて、あとちょろちょろっとね、まあ当期の支払い利息だっけどね、まあオペレーティングリースよね、支払いリース料だっけど。あとは、除却像だったかな。を出しなさいっていうので終わってるんですよ。今回は。ところが、どうですか？まあ、ほとんどの方がね、それちょっとできなかったってことですけど、ね。で、
あ、これ出てきちゃったっつってね。また例えば今回の157回を覚えちゃうでしょ。こうやって暗記するでしょ。よし、じゃあ157回の、第2問のね、リースだったら大丈夫だっつってね。この問題と同じだったら大丈夫だって用意するでしょ。ね。はい。じゃあね、ちょっとしばらくして、またね、第2問でリースが仮に出てきたとしたら、次、同じだと出ますかっていうと、日照の場合だったら、出ないんですよ。ひねり食らいますから。はい。どういうひねり食らいます？ね。これ今僕1時間で喋ってますけど、1時間のね、話をずっと聞いてきた方は、もうわかりましたよ。これ答えね。うん。これでセンスが身につきましたね。ボケのセンスね。はい。どうしますか？あなたが試験員だったらどうしますか？あなたが問題作る人だったら、次どういう問題出します？ね。仕分けして天気はもう終わってる。今言ってね。全 TV 作りなさいとか。ね。もっと言うと 5TV 作りなさい。全 TV と 5TV の数字を言いなさいとかね。書きなさいとか。作んないですか？だって、簿記一順が分かってなかったら、ね。この全 TV の数字はいくらになるかとか、5TV の数字ね。計算整理ご参加したいけどね。の数字はいくらになるかとか、さっぱり分かりませんからね。さっぱりですよ。何にも手が出ませんから。ね。うん。でも、そういうのが出るんですって、次は。例えば。ね。うん。OK ですかね？うん。これ1時間ぐらいちょうど喋ってますけどね。うん。すっごくね、これ、重要なこと喋ってますよ。ちょっと自分で言うのなんですけど。ね。うん。こういう思考プロセスなんですよ。簿記の問題作る人ってね。だから、簿記の問題作る人はね、あくまでここを中心にして考えるんですよ。簿記一順を分かってるかどうかで問題作るんですよ。特に日照2級はね。日照2級1級はね。だから、分からん限りは、簿記一順がね、ちゃんと分からん限りは、いつまで経っても、新しい問題解けないんです。同じ問題解けますからね。同じ問題解けるんですよ。でも、気になられたらできないんです。理由は、はい。簿記順分かってないから。帳簿帳帳簿梅の区別ついてないから。なんですよ。ね。うん。で、今回ね、ちょっと、まあ、内容面の話はもちろんしませんけど、僕のね、まあ、僕の、ちょこっと喋ったのがか、156回ね。156回の、二所簿記二級でしたけど、第3問かな。連結会計がありましたけどね。あれなんかまさにこの簿記一順の問題ですから。実は。ね。確か連結な、テーマは連結なんですよ。テーマは連結なんですけど、テーマは連結なんですけど、156回の第2問、第3問はね。うん。テーマは連結なんだけども、本質は簿記一順ですから。それがまず、見分けることができるかどうかが勝負だったんです。でも、ほとんどの人が見分けることできなかったんです。だから0点の人多かったんですよ。やっぱり。まあ、できた人はできたんですよ。できた人はパコーンってもうバーって全部解けますからね。なるほど、ここやっつってね。あ、資本振り返りどこやっつってね。簿記順で言うとね。つってね。そこがちゃんと分かったかどうかが勝負だったんですね。実は。ですかね。はい。だからね。まあ、この2つはね、ちょっと繰り返しで申し訳ないですけど、大事すぎるからで言いますけど。大事なんですよ。ね。帳簿上と帳簿外の区別。これは商業簿記も工業簿記も建設業簿記も関係ありません。全部に通用するし、簿記一順。これも全部に通用します。ね。機種があって、機種繰り越し、ちょっと繰り越し作業なくなっちゃったんだからおかしいんだけど、まあいいや。ね。再振り返し分けやってね。機中仕分けやってね。決算整理仕分け作るでしょ。全 TP ね。決算整理前段ださよ。で、次に、何やるんですか？簿記一順。生産表を作るんですよ。帳簿外でね。帳簿外。決算のリハーサルですから。で、それ終わったら何やるんですか？帳簿上。決算整理仕分けを初めてやるんですからね。生産表では、仕分け切って、転記しませんからね。そうでしょ？
生産業の問題を思い出してください。転記しました？仕分けはしましたよね。うん。あの、集積人のとこに。でも転記しました？あれ、T 勘定に。しないでしょ？うん。だから、生産業っていうのは、決算のリハーサルですからね。転記しないんですからね。これも勘違いしてる人がすんごく多いんでね。うん。で、決算接種仕分けするでしょ？これは帳簿帳ですからね。仕分けして転記。で、次は、まあ、5DB 作るときもあればね。それは置いといて。損益振り返しわけですね。損益振り返しわけ。損益勘定ね。収益と費用全般進めるでしょ？あれが損益振り返しわけっていうんですからね。まあ、苦手にしてる人多いでしょうけど。ね、うん。まあ、僕も苦手でしたから。で、次何であるんですか？損益勘定の差額ですよね。まあ、利益が出るときは多いですけど、簿記の問題はね、黒字ね。うん。と、損益勘定から差額をどこさ持ってくるんですか？繰越利益条件でしょ？ね。これが、資本振り替えですからね。仕分けですからね。それが出たんですよ。156回の連結では。第3問だよね。で、それが分からん限りは解けないんですよ、あの問題は。はい。で、次ですね。まあ、締め切りをやるんですね。PL 項目の締め切り。ね。BS 項目の締め切り。まあ、時期繰り越し、全員繰り越しですよ。ね。それやると。で、本当は、繰り越し算表を作るんですよ。ABH 共謀表でね。帳簿外で作るんですけど、ね。そして、PL と BS とか、まあ、計算書を作るんですよ。帳簿外でね。それが本当の流れなんですけど、なんとね、本当ね、ちょっとここはもういたたまれないんですけど、なんとね、日商なんですけど、日商簿記なんですけど、その、繰越算表ね、範囲から外れちゃったんですよ。本当にバカみたい。何やってんのみたいな感じですよ、ほんまに。うん。で、英米式しかないし、大陸式目標っていうのはね、ちょっとあったんですけど、それが除外されちゃったんですよ。何をやってんだって僕思いましたけどね。簿記の講師の立場からすると。ね。英米式目標とね、大陸式目標をちゃんと勉強するから、これがわかるんですからね。帳簿上と帳簿外の区別が、帳簿上と帳簿外のね、区別をちゃんとわかるチャンスを、なんとね、日商簿記の方では範囲から除外しちゃったんですよ。これはね、僕知った時にもうびっくりしましたよ。何やってんのと。ね。なんでそこ範囲から外すのと。ね。確かに点数とかあんま関係ないんですよ。関係ないんだけど、直接的にはね。しかしね、理解する簿記をね、簿記自体を理解するっていう意味では、外しちゃダメなんですって、そこは。ね。うん。外しちゃったんですよ。もうびっくりドッキリですよ、ほんまに。ね。大陸式簿記法ってなんですよ。大陸式簿記法っていうのがあったんだけど、なくなっちゃったんですよね、二所簿記2級では。二所簿記自体では。これは一体何をやってんのみたいな。で、僕はね、すごく悩みました。自分の本。解説といいね。どうすっかなっつってね。うん。そこの部分。まあ、結果的に大陸式はちょっと外したんですよ。しょうがない。もう本当にね、もう脱帳の思いでしたけど、外しましたね。うん。でもね、繰越算表の部分だけは残しましたね。あれ残さないとね、説明できないんですよ。まあ、簿記順は100分ずつできるにしても、帳簿上帳簿外のね、説明の仕方がね、もうほんと不可能に近いぐらいになっちゃったんですね。あの、日照対策ですよ、あくまで。でも、まあ、救いは、まあ、前景簿記ってありますよね。前景簿記試験。まあ、もう一つの簿記試験って言われてますけど、あれにはまだ残ってるんですよ。いや、これ嬉しくなっちゃった、これね。よかったっつって、よかったよかったっつってね。うん。日商の方に忖度しないで、前景は前景で行くっつってね。
前傾の方にはまだ残ってくれてるんですよ。体力式とね。うん。もちろん、栗子さん表も。いやー、まあ、助かったというか、ね、いやー、いい選択だったなと。前傾簿記はね。うん。と、僕は本当に思いましたね。これ数年、2、3年前かな、確か。そう。そういうのもあって、僕はね、ちょっとしばらくずっと日照の方で、ね、あんまりこう、お勧めしないでね。前傾の方でいいんじゃないですか。つってね。どうしても日照を取らないといけないっていう理由があんだったら日照簿記やればいいけど。そうじゃない限りはね、日照簿記は取っても難しいんでやめて、撤退してね。それより前傾簿記とかね。うん。建設業とかね。行った方がいいっすよ。つって、俺は誰に忖度する立場でもないんでね。目標、サムラジク、ご当美術か、僕は、ね。うん。別に誰に忖度してるわけでもないんでね。でも自分の自己責任でやってますからね。うん。僕は思ったというように言いますからね。っていうふうに言ってたんですよ。うん、そうですね、うん。でもね、来年度かな、うん、からの2章がね、確か2級は90分。で、3級が60分かな。まあ、ペーパー試験もネット試験も同じようになるっていうね、情報ありましたけど。あれはすごくいいことですね。うん、とりあえずは。とりあえずは。とりあえずは。ね。なんでかというと、時間数が短くなるから、少なくても分量の多い問題出せないんですよ。ね。これ建設業、建設1級もそうなんですよね。建設業、建設2級は2時間なんですけど、1級は90分なんですよ。ね。だからね、分量が少ないですね。多い問題出せないんですよ。だからまだちょっと助かってる部分もあるんですよ。これ建設業、建設1級がね、2時間の試験だったらね、結構大変ですよ、これ。結構大変です。10%、15% ぐらいに多分試験になりますよ。でも、90分なんでね。まだ大丈夫なんですけど。だから、ね、試験の時間が短くなるってことは、分量が短い問題しか出せないんで、基本的にね。そういった意味では、楽って言えば楽なんです。ね、正しいっていう条件つけますからね、これからね。うん。ただし、ね、コロナもね、今、まあ大変な状況になってて、少しずつ収束は確かにしてますけど、まだね、ちょっと収束のあれが見えませんね。うん、で、去年ね、まあ、日照簿記中止になったじゃないですか。一回ね。うん。で、確か2月1級あったのかな、これね、2週1級ね。ちょっと僕びっくりしたんですけど。うん。まあ、11、ね、1回中止になって多分、もう1回やったんでしょうけどね。うん。そうなんですよ。で、まあ、ぶっちゃけな話ね。これ別に俺の推測ですからね。うん。まあ、受験料収入減りましたよね、かなり。ね、専門学校さんもね。まあ、僕もそうだったんですけど。ね、6月目標ってのはすっ飛びましたからね。だから、受験料とかね、受講料とか、もうドカーンと、まあ、年間の半分ね、なくなっちゃったもんですよ。言ってみればね。うん。それがなくなっちゃったからね、まあ、これやべっつことで、まあ、僕らなんかもね、まあ、僕なんかも通信教育に力入れ始めたってもちろんあるし、まあ、それが本音のところですけどね。うん。だから、まあ、受験料がね、なくなっちゃったから。その回収するためにね、まあ、コロナでね、またこれ緊急事態宣言だけどなんだけどってなったらね、まあ、立場上は、まあ、例えば商工会所さんみたいなところがね、まあ、自粛しないといけないじゃないですか。試験とかね。うん。なってくるとやっぱりまた受験料収入もね、減っちゃうからね。結構何億ってぐらいありますよね、あれね。うん、下手したら。うん、それが飛んじゃうわけですからね。うん、そうすると、まあ、やべえということで、ネット試験導入ですよね。うん。本当はね、多分やりたくないと思うんですよね、ネット試験ってね。権威が少し小さくなっちゃいますからね。うん。だから、まあ、要するにメンツね。メンツがちょっと守れなくなっちゃうんで。でも、そのメンツをどうやら捨てたみたいな感じがしますよね。ネット試験導入でしょ？で、さらに、こう、団体試験ってやつも作っちゃったんですよね。確か企業とか学校が、日照簿記の2級3級は実施できるようになったんですよね。これね。うん。おそらく専門学校やることになると思うんですよ。ね。専門学校中心にね。でも、専門学校やってますもんね、日照の検定ね、今とかね。うん。でも、大きい専門学校しか多分できないですよね。前傾はね、結構できるんですよ。
法人だったらね、確かに。実は、サムライ塾もね、前景の試験会場になろうと思った時は、もう10年以上前ですけど、一回会ってね、ちょっといろいろやろうと思ったんですけど、僕、個人事業者なんでね、ダメだったんですよ。個人事業者ダメです。ダメですって言われてね。あれ大丈夫だったら1級までできるんですよ。前景1級までね、おそらく。うん。団体試験みたいな感じで。もちろん、厳正なね、手続きを踏んでね、やりますけどね、試験をね。うん。でもあれ、まあ、団体試験ってそういうことですよね。うん。だから、そうすると、まあ、今までは、集団でね、一箇所に集まってみんなっていう方しかなかったもんですからね。それが団体でいいですよって、ネットでいいですよってなってくるとね、まあ、ペーパー試験の、まあ、価値がね、ちょっと、まあ、今までよりは下がってきちゃいますよね。うん、でも、価値を下げてでもですね、やっぱこう、受験者をやっぱりこう、取り戻さないといけませんからね。あれ、商売的に。そうなってくるとね、うん。問題自体はね、おそらくですよ、これ。俺の予想ですからね、あくまで。うん。まあ、簡単なのかなと思いますよ。しばらくは。ここ1年ぐらいはね、2勝簿記、2級も3級も。まあ、1級は相変わらずね、難しいですよ。そう。で、そうなってくるとね、やっぱここ1、2年がやっぱチャンスなんですよ。うん。2勝簿記、2級まで取るって言うんだったらね。うん。いつのタイミングの2勝簿記受かったかは関係ありませんからね。面接で別に聞かれませんから。いつ受かったのって、コロナの前の集まるって別に聞かれませんから。2勝簿記2級って履歴書書けるじゃん。そう。だからもう簡単なのが難しいのも関係なく、とりあえずね、取れるときに取っとくというのがね、資格の鉄則ですからね。今本当に取りやすいと思うんですね。うん、ここ1、2年ぐらいはね。うん。で、時間数も短くなるから、分量も少なくなるんでね。しかも問題の多分質もね、まあ、そんなに難しいやつが多分出てこないと思うんでね。今、どうでしょうね。今までの過去問から、ちょこっと簡単なやつが出るって感じかなと僕は思ってるんですけどね。わかんないですけどね。うん。僕見たことないからわかんないですけど。そう。ただ。コロナが収束して、ね。まあ、普通にまた、受験者がね、受験できるようになったら、まあ、ネット試験がなくなるとか、多分ね、団体試験がなくなるとかは、多分ないと思うんですよ。ね。多分ずっとあると思うんですよ。まあ、この時代だからね。またどういった伝染病が出るかわかんないんでね。それに備えて、多分これは残ると思うんですよ。これからずっとね。うん。ただ、メンツありますからね。あんまりこうね、みんなが受かっちゃうっていう試験になっちゃうと、今度また価値が下がるでしょ？うん。だって合格率例えば 60% とか 70% のなんか試験って、まあ、価値がねえとは言わないけど、ね、どうですか？ね、やっぱりちょっと、どうなのってなっちゃうでしょ？うん。しかも一番メジャーな試験なんだから。ね。そうするとね、次何をお始めるのかというと、まあ、難しくするんですよね。問題のこの内容をね。問題の分量は少ないんだけど、問題の内容を難しくするっていう可能性は十分考えられるんですよ、これ。ね。うん。そうなってくるとね、これはね、ちょっとね、まあ、脅かすわけじゃないんですけど、大変なことになるんですよ、これ。どういうことかというとね、簿記の問題って、内容面とね、まあ、分量面があり、まあ、質と量にしましょうか。質と量があって、ね。うん。で、質をね、難しくするとか簡単するっても簡単だし、問題の量もね、多くするとか少なくするっていうのも結構簡単なんですよ。簿記の問題って。どうとでも対処できるんですよ。調整できるんですよ。で、分量が多いときは、ね、分量が多いときっていうのは、部分点が取れるんですよ。単に分量が多いから。質が高くなくて分量が多いっていうのは、ね、部分点取りやすいんですよ。質が高くて分量が多いのが今の一緒なんだけど。それは置いておいて、うん。で、質が高くて、要するに難しいってことね。質が高くて、分量が少ない場合って、部分点取れないんですよ。取れるところがないんですよ。うん。それが実は、今回のね、建設業経人級の原価計算になっちゃったんですよね、実はね。うん。だから、0.0.第3問と第4問と第5問だったんですけど、まあ第5問はね、ちょっと材料費は難しかったんだけど、それ以外は結構みんなできた。20点くらい取れてる人が多いんですけど、
第3問と4問ね、建設業研修の28回の原価計算のね、第1問、第3問4問なんですけど、それがね、多分0点の人独出だと思うんですよ、今回ね。うん、質がね、まあ、ブリオンも分かったんだけど、質がね、ちょっとね、高いというか、今までに比べてるじゃん、今までと比べると。まあ、外説には載ってるんで、外説やってる人は別にね、あの別にっていうか、ね、あ、見たことあるわっていうところにはなるんですけど、ね、ただね、やっぱ質がね、ちょっとね、高くなっちゃったんで、あれっつってね、うん、いつ頃だったらできる人もできなかったっていうのが、今回の建設業編集1級の原価計算だったんだね。本当に。うん。だからね、質が高くなるっていうのは怖いんですよ、これ。部分点が取れないからね。部分点取れないと0点になっちゃうんですよ。ね。対処もしようがないんですよ。ね。でもね、分量が多いと部分点は取れるんで、ね。まだ救いがあるんですよ。ね。だからね、今回のね、157回の、二書簿記2級のね、第2問のリースなんかは、部分点は取れたんですよ、実は。やろうと思ったらね。ちょこっとはね、ちょこっとはね。うん、ほとんど取れませんけど。うん、部分点はね、まあ、B 品の AB、C ぐらいは取れるかな。っていう感じ。あと、ちょこっと頑張って F。まあ、D は無理にしても、みたいなね、うん。そんな感じで、一応部分点は取れるんですよね。で、感情の方は、まあ、多分ほとんどできないけど。まあ、でも、首都圏科でいいか。首都圏科ぐらいは取れたりとかね。前期繰り越しか。前期繰り越しぐらいはできたり、みたいな感じではあったんですよ。あと、オペレーティングですね。部分はちょこちょこと解けたかなっていう。だから、まあ、20点中、そうやな、あ、8点ぐらいはね、一応部分点でね、稼ごう思ったら稼げたみたいな、6点、8点ぐらいは稼げたみたいな感じだったんですよね。うん。でもね、それがね、問題の分量が少なくなって、なおかつ質が上がっちゃうと、それすらなくなるんですね。取れなくなっちゃうんですよ。これね、コニカ教授の単独式をね、やってみるとわかるんですけどね。コニカ形式に、まあ、担当式っていう試験がありましてね。その担当式の問題っていうのはちょっと、大きい問題じゃないんですよ。ね。担当式は小さい問題をいっぱい出すんで、ね、とにかく早く解かなあかんっていうのは、コニカ形式の担当式試験なんですよね。それ識別をするんですよ。これ解ける、これ解けへんみたいな感じで、識別をしながら、解ける問題をとにかく数多く解いていくっていうのが担当式の、まあ、鉄則なんですよね。うん。で、これは僕も担当式はもうね、何回も受かってますからね。僕自身がね、コニカ形式の担当式は何回も受かってるんで、おそらく受かり方分かってるんでね。これはもう自主用も探究と言いますけどね。うん。で、そうなってくるとね、担当式の問題を、結構いっぱいね、解ける問題あるんですよ。おそらく皆さんも解けますよ。うん。担当式の問題で。特に日照簿記1級とかね、2級とか、あと建設業研修1級ね、勉強してる人は解けますわ。ね。いくつか解けてます。うん。公認会計士の問題もね、解けますよ。ね。うん。解けるんだけど、その担当式の問題解いてみるとあるんですけど、全く手回しも出ねえぞっていう問題もいっぱいあるんですよ。なんだこれはと。何言ってんだと。何をさせんだこれみたいなやつも、まああるんですよ。まあそれは捨て物なんですよ。公認会計士の受験生の中でも捨て物なんですけど、それにもあるんですよ。で、そういったものは結構問題文が、まあ短かったりするんですよ。まあ本質的な問題なんですけどね、いわゆる本質。本当にちゃんと分かってんねん、解けねえっていうタイプなんですけど。そういうのもあるんですよね。で、何が言ってるかというと、そういうタイプの問題になる可能性が、2年後、3年後の二書簿記2級ではあるんですよ。だから怖いんですって。ね。問題の、ね、分量が少ない。それはいいんだけど、質が高くなる。そうすると、今以上に、今も結構難しいんですけど、二章二級ね。今以上に手も足も出ないんですよ。うん。っていう状況になる可能性があるの、これ。二、三年後にね。僕そういうふうにちょっと危惧してるんですよ。二章の二級ね。うん。で、そうなってきたら、もう多分ね、もうやめた方がいいですよってまた言うと思うんですけどね。うん。ちょっと二章は、もうやめて、まあ、建設業に行った方がいいんじゃないですかって、また言うとは思うんですけどね。まあ、前傾とかに行った方がいいっすよ、みたいな。
なんかビジネス会計見た方がいいですよとかね。あの、大阪商工会所がやってるやつでしょ、ああいうやつ。あれ確か僕がね、簿記の講師を目指すきっかけとなった、横山和夫先生っていう先生がいらっしゃるんですけどね。横山和夫先生がね、タッチされてるね、確か試験でしたかね。うん、だから、横山先生がね、タッチされてる試験なんで、ビジネス会計はね。うん、あれは本当に素晴らしい試験ですよね。うん、そういうところなんで、二所簿記2級取るんだったら、ここ1、2年が本当にいい状況ですよね。取るんだったらね、合格するっていうんだ。そんなにこう苦労せずにっていうか、比較的楽に取れるっていう多分時期ですよ。ね。で、受験者をバーッとね、戻して。で、ブワーッと来て合格率ブワーッと高くしちゃったら、今度権威がなくなっちまうから。ギュッギュッと絞って。ね。まあ、時間数増やすこと多分できないから、ね。システムになっちゃったからね。納得できないんで、分量はそのままにしつつ、質をどんどん上げていくというね。形に多分僕はなるような気がしてしょうがないんですよ。今までのね、日照簿記とかの歴史とかそんな感じのを見てるとね。うん、僕は日照簿記は第70、何回だっけな。第70ね。72、3回かな。うん。日照2級ね。日照2級。忘れちゃった。77回かな、これ。76回から77回です。2勝2級ね。うん。1級は覚えてるんですけど、1級は81回受かってから、ね、覚えてるんですけど、ね。2勝2級はね、そのぐらいに受かってるんですよ。うん。だからね、第76回 ?7 回ぐらいからずーっと僕2勝見てるんで。150、今度8回でしたね。7回か。ね、ずーっと見てますからね。だから、100回近い ?100 回も言ってねえか。80回ぐらいかな、うん、80回ぐらいは僕見てるんで、日照のね、本試験をね。まあ、それで講師ずっとやってきました、あの子は。ね、その移り変わりを見てるとね、うん、なんかそういう風になってくるような気がしてしょうがないんですよ、もう、ね。ちょっと恐ろしいことなんですけどね。うん、まあ、この予想がちょっと外れてくれることを祈るんですけど、うん、難しくならないような感じになってほしいんですけどね。うん、ということで、はい、ちょっとね、1時間半ぐらい喋ってですね、そろそろちょっと12時になっちゃうんでね、うん、ちょっとどんなに遅くても12時以上は僕やりませんからね、決めてるんでね、ライブ配信とかね、やらないって決めてるんで、あと1、2分ぐらいでね、ちょっと終わりにしますけど、はい、なんかありますかね、もうこれでちょっと大体終わりなんですけど、コメントメッセージね、まあご質問。まあご質問しても1分か2分ぐらいでちょっと答えられるしかもうないんですけど、ね、今日はそろそろちょっと終わりにしようと思っております。ね。はい。まあ、テーマはね、今回ちょっとパシッと決めて、やっておきましたけど、ね。はい。というところでね。うん。最後に一言でまとめると、テーマのね、理由は、下書きですね。の書き方がわからないから。そして、普段の勉強で、帳簿上と帳簿への区別をつけてない。そして、簿記順も理解してない。意識してないというのが原因。だから、普段の勉強の時に帳簿上と帳簿への区別を意識する。そして、簿記順を意識すると。ね。ということです。ね。で、さっきちょっと言い忘れしたんですけどね。僕、これ古い本なんですけど、二所簿記2級のね、古い本なんですけど、検定試験には、まあ、今ちょっともう使えないんですけど、これ、体力式とか書いてあります。実はこれね。うん。だから、全権一級受ける方は、これすごくおすすめです。ね、丁寧に僕、簿記順書いてますか、これ。体力式ね。うん。ということで。これね、ぜひね、買っていただいてね、勉強されるといいと思います。全権一級受ける人はね。はい。というところで、12時ですかね。はい、なりました。で、今日はこれで終わりします。どうも、ありがとうございます。